今週はですね、文春がまあスクープなんだよね、はい、これはかなり力を入れてまして、経済アップのキーマン朝日社不倫と闇営業、はい、でまあその経済安保法制準備、今ちょうどそのなんていうか山番を迎えている経済安保法制の推進をしているですね、はい、準備室長の藤井敏彦内閣審議官57歳、はい、この人がですね、朝日新聞記者と不倫していると、はい、こういうあのまあ記事で、はい、でも写真も撮られてですね、そうですね、何日もつけ回されてますから、うん、もう否定のしようもないんでしょうね、はい、これあっさり更迭されちゃいましたけどね。ああそうですね、はい、はい、うん、でもう不倫ともう一つはですね、うん、ビジネススクールの、はい、その講師をやってた、はい、経営、これはどういうしかしビジネススクールかというと、経営トップを担うと嘱望されている執行役員部長クラスにリベラルアーツ教育をする生徒は中谷氏が取締役や社外取締役を務めた企業などで、定員は30名、一橋大学の名誉教授の中谷巌さんがまあやってる学校で、定員30名、年間の授業料は550万円。高いですね。高いのは高い。だけども要するにその、なんていうか、トップクラスのまあ教育ですね、はい。経営幹部になる人たちの。はい、そういう学校で、まあ、週1回土曜日にですね、うん、まあ、講習をしたりですね、はい、してたわけですね、はい、でこれがまあその、公務員、国家公務員法でですね、うん、制限されている報酬を得て継続的または定期的に従事する場合は兼業届を提出し事前に承認を得なければなりませんと、うん、これに違反していると、はい、こういう、これはもう明らかに違反といえば違反なんですよ。まあそうですね、公務員 の、うん、そうあのルールで言えば、うん、そうなんですね、はい、だけどまあどうなの、そのこういう優秀な人がですね、はい、まあその将来 の、 その企業幹部たちにですね、はい、まあレクチャーをするということも、うん、まあそれはそんなに悪いことではないんじゃないかなと、ね、私なんか思うんですよ、はい、別に、まあ、まあ兼業にしちゃうと、うん、やっぱ情報が漏れるかもしれないから、うん、止められるだろうということで、うん、多分もっと出す、届け出してなかったんでしょうけど ね、うんうん、一番ね、僕が一番知りたいのは、うん、この経済安保担当で、はい、甘利さんから続くね、そうそう、あの流れの中で、うん、この人が捕まって外されるってことは、はい、すごいキーマンで、そうね、中国側から、うん、あいつを外せということで仕掛けられたことなのかどうかっていうのは読みすぎなのかどうかっていう、読みすぎかもしれない、分かんない中国やりかねないから、そんなことは、そう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 、うん、だから、この藤井さんがすごい切れ者で、うん、引っ張りだこっていうかね、うん、すごい重要なことだから、うん、中国側が潰しに来た中の一つの流れ で、うん、でそこに朝日新聞の女性記者が不倫でも入ってたっていうのが、相手が朝日新聞の記者だと、なんか変な怪しい感じもしますよね、うん、そうなんだよな、はい、うん、まあこの不倫もまあ間違いないでしょうね、これ、そうですね、否定のしようがないね、はい、ここまでもう文春徹底的にその、うん、なんていうか追いかけてますから、ね、はい、うん、だけどこの記事で唯一文春のあれにしてはちょっと足りないのは、朝日の記者については取材してないんですよ ね、 すね、はい、だからもちろん名前も出してませんけど、はい、どうなんですかね、これはね、うん、そうですね、うん、40代の女性、40代前半、前半、独身、うん、祖父は幹事長を歴任した自民党の大物政治家ですと、もう相当絞られますね、うん、はい、森山博史前国対委員長や茂木敏充幹事長にも気に入られています、うん、茂木幹事長の誕生日会で他の出席者が彼をひたすら持ち上げる中で一人安倍政権の批判をしたことを、はい、それでも可愛がられているのはすごい、はい、敏腕記者としても知られ自宅でもよく仕事をしていて夜中に長文の原稿が届くこともしばしば、17年にお代替わりをめぐって改元のタイミングをスクープしました、最終的には官邸がひっくり返したので幻となってしまいましたが各社が必死で後追いしていました。で A さん自身も経済安保についてたびたび記事を執筆していると、うん、
これはまあ情報は漏れてるんじゃないかと。そうですね。こう、まあ、これ間違いないし、ね、推測されてるんですけどね、はいはい、うん、まあ、経済安保の担当だから、うん、まあ、興味があって近づいて、まあまあ、そうですね、で不倫関係になったのか、うん、その経済安保の情報が欲しくて、うん、不倫になっていったのか、だから分かんないですね、は分かんないですね、うん、はい、そうですね、はい、藤井さんももう当然ながら取材対象だからね、はい、そうですね、うん、そうそうそう、だからそういう意味ではちょっと公務員としてはガードが甘いっていうか、うん、ところはまあまあそうですね、まあ、特に経済安保って日本が今一番やろうとしていることじゃないですか、で予算ももう強烈にぶち込んで、うんうん、半導体でもう一回逆転しようと、うん、いうことを国家プロジェクトとしてやってるところなんですよね、かなり望み薄いけれども、うん、まあ、もう そういう流れをね、情報漏れちゃうっていうところが問題かもしれないです ね、うん、中国側には流れちゃう可能性も、うん、まあ、そうだね、はい、こういう脇の甘い人たちがやってるんであれば、うん、もうあれし、まあ、で経済安保の担当者自体、女関係は動くなよって、うん、教育しないのかなっていうのが ね、 ね、非常に僕が記事読んだ時に、うん、すごい思いましたね、はい、中国の影を感じて、中国の影、まあ、朝日じゃないですか、うん、だから、まあ、だから直で中国だとは思わないですけれども、うんうんうん、なるほど、でもなんか経済安保の担当やるってことは相当緊張感持っていかないと、うん、いろんな潰しに来る可能性はあるよと思わないといけないと思うべきだなと思います ね、まあ、ね、はい、だってこれから半導体業界再編して、うん、国がどんどん予算つけて、うん、まあ、工場作ったりとか、うん、やるわけですから、うん、アメリカもやるし日本もやるしっていう、うん、はい、まあそのこの藤井新機関は、まあ、文春は捕まえて話聞いてますけどね、はいはい、まあ行使してるのは、まあ、ただ聞いてるだけだとかね、あ、そうそうそう、そういうふうな逃げを喋、はい、ってますけど、うん、女性はどうなんですか、友人ですと、月島には一晩泊まった、その彼女のマンションが月島にあるんですけどね、月島には一晩泊まったでしょって言うと、滞在しましたけど何もしていないのでなんか、なんか、まあ、かわいそうですけどね、はい、家庭内の安全保障は大丈夫ですって笑ってましたうん、まあね、はい、国家公務員臨時法第6条では本省課長補佐級以上の職員が講演などで得た報酬額が5000以上の場合は贈与と報告書の提出が義務付けられていると、うん、まあ、それにはまあ明らかにまあ違反してんだと、まあ、こういうことなんでしょうね、はい、うん、だからこれは岸田さんの目玉政策なんだけど、その直接の担当責任者がいきなり飛ばされちゃったんで、はい、岸田さんにとってもこれは痛手でしょう、そうですね、うん、まあ、特に菅さんの時から半導体は動いてたわけですから、それの流れも含めた経済安保だと思うので、だけどなんかね、うん、これはまあスクープには違いないんだけど、はい、僕なんかはあんまり面白くないんだよね記事読んで、はい、そうですね、いや今の、はい、例えば和田君の言ったような、うん、中国の影とかね、はい、そういうとこまでこう追求すれば、まあ、ちょっとまた興味も湧くんだけど、はい、このまあこの人が57歳ですか、はい、57歳の人が40代の朝の記者とですね、はい、不倫したり、あるいはこのビジネススクールで、まあ、講師やったりしたことが、はい、まあそんなになこう責められるべきものなのかなっていうか、まあまあちょっと、はい、それをなんていうか文春が拳を振り上げてやるような話なのかなっていう気はちょっとするんだよね、はい、分かんないねこれは。いや、まあ、まあ一生懸命ね、はい、文春の記者は取材してるわけですから、そうですね、それに水を差すのも何なんですけど、はい、読んであんまり面白いと思わなかったね、うん、僕はそれはこっちが年取ったせいかもしれないんですけど、はい、お前だってやってただろうって言われりゃそういうわけなんだけどいや本当にやってたかもしれません、はい、それはね、はい、だけどなんかおすごいなというふうにはもう思わないんだよな、はい、これな僕はもう
サイレントインベージョンとかもありますから、うんうん、中国側が一番気にしてることなんですよね、うん、安全保障と経済安全保障っていうのは、で日本がどう半導体政策をやるかっていうところを非常に興味持ってるところなのに、うんうんうん、そこに関わる人が次々と失脚してるっていう、甘利さんも含めて、ね、まあそうだね、まあその流れとか、うんうん、プラスその緊張感が全然ないんだなっていう、うんうん、こんなん突っ込まれるだろうと、うん、その経済安全保障にしてる人間に対しては、ね、中国側も多分全員チェックしてるだろうから、うん、そこをすごく思いますね、うんうん、なるほどね、はい、ネット上ではもうこの除籍者の実名なんかもさらされてましたけど ね、はい、今、まあ、それは書き込みでも出てましたよ。総合幹事長を歴任した自民党の大物政治家っていうのがもう、まあ、大体検討ついちゃうよね、はい、そうですね、うん、そうなんですよね、はい、フルネーム出てましたよ、ね、女性天皇や同性婚に熱心なリベラル記者って言うんだけどな、はい、うん、その同性婚に熱心だったとしたら不倫するっていうのはますますハニートラップじゃないかって気がしますよね。あ、なるほどね。そっち興味ないんでしょと。そうそうそう、いやいや、お考え、そっち興味なかったんじゃないんですかって、はい、うん、それでも男に行くってことは、うん、うん、ね、はい、そうか、うん、分かりません。いや、分かんないんだよ俺、はい、しっかりしてる